あなたは日本に対してどんな印象を抱いていますか？多種多様な文化を楽しむことができる日本には、毎年多くの外国人旅行者が訪れます。そして日本には、旅行者以外にも多くの外国人がいます。日本にいる外国人のカテゴリーの一つが、多くの日本国内の企業や農家などで実習する外国人技能実習生です。日本は技術大国としてアジアをリードしてきました。建設業や農業など日本でなければ身につけられない最新の高い技術が多くあります。そんな日本の技術を学び母国へ持ち帰るためにアジア各国を中心に多くの技能実習生が日本へやってきます。また平和で安全な日本は住環境としても好まれています。そして各国から技能実習生を受け入れることは受け入れる側の企業などにとっても国際化につながるほか、職場や地域の活性化、社員教育の一助になる効果もあります。この仕組みは外国人技能実習制度によって成り立っています。ここからは技能実習制度の概要を説明していきます。この制度は日本の技能、技術、知識について開発途上地域などへの移転を図り、経済発展を担う人づくりに寄与するという国際協力の推進を目的としています。この目的のもと来日する技能実習生は年々増加して、2019年末の在留者数は約41万人に上ります。出身国別の実習生の割合はこのグラフの通りです。現在ベトナムからの技能実習生が最も多くを占めています。ここからは技能実習制度の仕組みについて説明します。実習を行う期間は最長5年で、 OJT を通じて技能を移転します。受け入れ方式は実習実施者が単独で OJT を行う企業単独型と、 OJT を行う企業などの実習実施者を管理団体が管理して行う団体管理型の2つのパターンがあります。続いて入国してから帰国までの流れについて説明します。従事する技能実習の職種などの内容によって異なりますが、最大5年実施できます。1年目である技能実習1号は入国後に座学による講習があります。講習では日本語や日本での生活で困った時の対応などを学ぶので、しっかり身につけましょう。講習が終わったらいよいよ実習先で実習が始まります。技能実習2号に進むためには職種ごとの実技試験と学科試験に合格する必要がありますので、頑張って実習に励み試験に合格しましょう。2年目3年目である技能実習2号は1年目で習得した技能の向上を目指し、1年目より上級の試験合格に向けて頑張りましょう。さらに一定の要件を満たした場合は4年目5年目である技能実習3号に進むことができます。これは今まで身につけた技能等の応用段階になります。さらなる技術に磨きをかけましょう。ここからは実際に日本で活躍する先輩技能実習生のインタビュー映像を見てください。初一はフィリピンのダバオです。私の仕事は完成作業です。記事を分割して、もう記事も丸めています。私のスケールをもっと向上させるためです。Nung una po, nag-aalala sila kung kaya ko ba daw po yung trabaho dito, kasi nga di ako sanay sa mga ganitong trabaho. Pero, supportado naman po nila ako. Kaisa no finikiwa totemo akaru kotanoshi, isyo ni hataraikero, katagada mo, shinsetsu no tasukete koremasu. Ninai yasashi desu.
の仕事がわからないとき、よく説明して、まあ、わかるまでに、教えて願っております。日本語もわからないときには、説明して、これます。家族に電話をかけて、映画を見て、寝転がっています。私の技術を高めたいです。今の仕事の経験を生かしたいです。学んだことをビジネスを始めたいと思います。Pagdating sa Japan, kailangan mag-follow po sila sa rules at kailangan maggambate sila sa pag-aaral ng Nihongo at ayusin nila yung trabaho nila. At ang Japan is maganda, so please enjoy. では次に、技能実習生の受け入れ先企業社長のインタビュー映像を見てください。そのお店で粉の仕込みから調整までやって、で販売までやるっていうオールスクラッチの店舗の展開です。技能実習生っていうのはもうすごく真面目ですごくよくやるっていうお話を伺ったんですよ。でただまあ当社の場合は1店舗1店舗人数も少ないし、粉から調整までっていうオールスクラッチになると、なかなか部分部分のところで何ですか、仕事をやってもらうというのはできないんで、果たしてどうなのかなっていうのが若干不安はあったんですけども、そういった中で、お話を伺うと、まあ、そういったものもちゃんとやってくれるっていうお話だったんで、じゃあちょっとやってみようかっていうことで、はい、実際に、まあ、第1期生、10名ほどお願いして、で、まあ、各店2人ずつ5店舗に配置したんですけども、でそれぞれの、まあ、内容を見て、でその中で問題あればそれを修正していけばなんとかなるだろう。だけど、まあ、それでやってみたら本当に良かったですね、はい、取り組み方っていうのは非常に真面目ですね、はい、まあ、量もすごく綺麗に使ってるし、それから、まあ、2人ずつ入ってますんで、2人でまあ自炊したり、一緒に来た仲間と連絡を取り合って、でまあ、それで、まあ、こうしてるよとか愛してるよとか、そういう話を聞きながらですね、きちっとこう生活してるっていうのを聞きまして、で、まあ、一番最初はね、まあ、慣れないところだし、そういったところで本人たちも不安があるだろうと思ったんですけども、でも、まあ、実際にそこら辺での連絡を取り合いながら、こういうふうにすれば快適になるよみたいなところですね、やってるみたいですね。はい、社内の懇親会だとかそういったの行くと、まあ、非常に明るくて、自分の方から挨拶来てくれるし、でこんにちはって言ってくれるし、からお店回るとお店でまた何ですか、元気よく、もう本当に元気よくニコニコしながら挨拶してくれますんで、すごくありがたいなと思います。日本のね、通常の社員でもやっぱりあそこまで明るくする人ってあんまりいないんで、だから非常にありがたいなと思いますね。まあ、3年間いると大体パンの仕込みから調整までは、まあ、ほぼできるようになりますんで、まあ、当社のある商品であれば、まあ、おそらく全部作れると思うんですよね。ですからそれ持ち帰ってもらって、そのパン屋さんやったら、まあ、やる人が出てもいいんじゃないかなとは思ってるんですけども、その中で日本のこういったところいいよとか、ああいったところいいよっていうのも、まあ、持ち帰ってもらって、でそれを、まあ、母国でね、生かしてもらえると、まあ、もっといいのかなっていうふうに思いますね。それとあとは、まあ、日本語をしっかり勉強してこられる方と、まあ、そこら辺がちょっとうまくいってない方っているんですけども、日本語をしっかり勉強してこられた方っていうのはやっぱりその何ですかね、国に帰ってもその後の日本とのその交流っていうか、そういったものもできるようになるんじゃないかなと思って、国に帰ってからその後、まあ、我々との交流っていうのがうまい具合にこうつながるような形になると、もっと面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。
ここで外国人技能実習機構について説明します。外国人技能実習機構は技能実習法に基づいて設立された法務省と厚生労働省が所管する認可法人です。外国人技能実習機構は管理団体や実習実施者を指導する権限を持っているほか、技能実習生からのさまざまな問題に関する相談を受け付けています。外国人技能実習機構の母国語相談では、皆さんの母国語で相談を行うことができます。もちろん電話やメールでも申告・相談が可能です。次のものは技能実習生の皆さんから受け付けた相談の例です。これらの相談をすることにより、技能実習生に不利益な取り扱いをすることは技能実習法で禁じられています。またこれらの相談以外にも、日本での生活上のルールなどについてさまざまな疑問点があるかもしれません。その時は入国時に渡される技能実習生手帳の中の各種相談・支援窓口のページを開いてみてください。外国人技能実習機構では母国語相談以外の支援も行っています。主な支援についてご紹介します。まず実習先変更支援についてです。技能実習開始後、実習先の経営悪化による解雇などで、技能実習生の皆さんの責任ではないさまざまな事情で実習の継続が困難になった場合には、実習先の変更ができます。実習先の変更は基本的に管理団体の責任で行いますが、管理団体が新しい実習先を見つけられないなどの場合は、外国人技能実習機構が実習先変更のお手伝いをします。また実習生の皆さんが実習実施者や管理団体からパワハラ、セクハラ、暴力などの不適切な行為を受けたことが原因で宿舎に宿泊することができない場合、外国人技能実習機構は一時宿泊先の提供を行うことができます。以上が外国人技能実習機構が技能実習生の皆さんに行う代表的な支援です。なお、外国人技能実習機構は実習中に問題が起きないように、実習先に対する定期的な実地検査も実施しています。実習中に問題が起きた場合は、一人で悩まずに各種相談窓口へ相談してください。ここからは近年問題となっている技能実習生の失踪について紹介します。失踪は技能実習生が実習先に何も告げずに実習先からいなくなることです。この写真は実際に失踪した技能実習生が摘発された時の様子です。なぜこのようなことになってしまったのでしょうか。技能実習生の中には実習中に失踪してしまう人がいます。2018年には9052人、2019年には8796人と、多くの技能実習生が実習先から失踪しています。失踪してしまうと技能実習生にとってどのような不利益があるのでしょうか。実習先から失踪して別の仕事をすることは、日本での滞在に必要な在留資格取り消しの対象となったり、日本で認められていない活動をしたことにより入管法の資格外活動違反などで国外退去の対象となります。また罰金刑などの刑事罰を受けることもあります。失踪することは皆さんにとって何のメリットもありません。ですから、例えば知人や SNS などを通じて実習先から失踪すればもっとお金が稼げる仕事があるなどの誘いがあったとしても、決してこのような誘いには乗ってはいけません。ここで実際に失踪した技能実習生の失踪後の状況を見てみましょう。失踪した後では給与がもらえなかったり逮捕されたりしています。不法滞在の状態では通常の就労先は見つからず、経済的にも困難な状況に追い込まれます。失踪したことを後悔している声も多く見受けられます。
それではなぜ失踪してしまっているのでしょうか。失踪の主な原因は実習実施者側の不適切な取り扱いを理由とするものと実習生側の経済的な事情を理由とするものがあります。実習実施者側の不適切な取り扱いを理由としたものは給与の支払いがされなかった、入国前に聞いていた契約内容と違った、パワハラやセクハラ、暴力を受けたなどがあります。また技能実習生側の事情を理由とするものとしては借金を返すことができなかったなどの経済的な理由などが挙げられます。失踪を考える前に先ほど説明した技能実習生手帳で相談窓口を確認し、一度外国人技能実習機構等へ相談してください。今抱えている問題を解決する制度や方法は気づかないだけで実はたくさんあります。会社が倒産したり、パワハラやセクハラ、暴力などの人権侵害が起きたときは他の会社に転籍することで解決する場合があります。外国人技能実習機構では実習先変更支援を行っていますので、まずは相談をしてください。また賃金の未払いや労働条件に問題があったら最寄りの労働局や労働基準監督署にも相談できます。なお失踪防止などを目的として保証金等の金銭を徴収することや途中帰国に対する違約金など技能実習に関する契約の不履行を理由とする違約金等を定めることは技能実習法で禁じられています。また技能実習終了後その経験を生かして引き続き日本で働くこともできるので、その場合は特定技能制度の利用を検討してみてください。3年目までの技能実習2号を終了するなど一定の条件を満たせば特定技能という働く資格で引き続き日本で働くことができます。繰り返しますが、失踪することのメリットは何もありません。失踪は法違反者となるだけであり、皆さんにとって何も良いことはありませんので、失踪して他の仕事へ就くことへの誘いには絶対に応じないようにしてください。ここで実習生の皆さんへ出入国在留管理庁長官からメッセージがあります。皆さんこんにちは。技能実習制度は開発途上地域等への技能移転を図り、帰国後これらを生かして母国で活躍していただくための人づくりに協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。1993年に創設された技能実習制度は2020年現在20を超える国や地域から来日した40万人以上の技能実習生の方々が全国で実習中であるほか、我が国で習得した技能等を用いてたくさんの方が母国で活躍されていると承知しています。しかしながら残念なことに、技能実習制度において一部に労働関係法令の違反や人権侵害が生じているとの指摘があり、また技能実習生の中には入国前に高額な保証金や手数料等を徴収されている事例を承知しています。我が国としてはこのような問題に対応し、技能実習制度が本来の国際貢献という趣旨に沿った形で適正に活用されるように、2017年11月に施行された技能実習法に基づく様々な取り組みを進めているところです。さて技能実習生の皆様にはこのような技能実習制度の趣旨を理解した上で実習に従事していただくとともに、せっかくの機会ですので日本という国を知っていただくため、ぜひ我が国での生活も楽しんでいただき充実した期間を過ごしてください。しかし他国で生活していく中では、慣れない環境からトラブルに巻き込まれたり、さまざまな問題を抱え込む場合もあると思います。また、技能実習を継続することが難しいと感じたり、実習先から逃げ出したくなるような状況に直面することもあるかもしれません。そんな時には、一人で問題を抱え込まず、すぐに私たちに相談をしてください。先ほどこの動画において
外国人技能実習機構の相談窓口をご紹介しましたが、相談には皆様の母国語で対応させていただくほか、皆様から事情を伺った上で必要に応じて実習先の変更支援を行うことも可能です。その他、日本に到着した時に空港の入国審査官から渡されるこの技能実習生手帳においても、さまざまな相談窓口など役立つ情報が書いてありますので、困ったことがあったらこの手帳を開いてみてください。皆様にとって有意義な実習期間になることを心から願っています。慣れ親しんだ母国を離れ日本で生活していく中では、時に困難に直面することもあります。そんな時は家族、職場の仲間、そして今回紹介した様々な支援制度を思い出してください。皆さんの活躍が未来を作っていきます。